ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。前回、日本で一番炎上した高校生、ハセについて、前後編に分けて解説したんだが、今回の動画では、ハセから騒動のもう一人の主人公、唐沢隆弘弁護士について解説していくぜ。ハセから騒動も、ハセ一人の炎上だったらここまでずーっとネタにされてなかっただろうけど、彼のおかげで枯れない油田とかしちゃって、ここまで炎上し続けちゃったのよね。もう今となっては、ハセよりも唐沢弁護士を叩いたりネタにしてる人の方が多いと思うぜ。唐沢弁護士が定期的に炎上ネタを投下してくれるおかげね。それじゃ本編、スタートだ。ゆっくりしていってね。まず、ハセから騒動などの件に触れていく前に、唐沢弁護士の簡単なプロフィールを紹介するぞ。彼は、第一東京弁護士会に所属している、法律事務所スティービネスの弁護士で、慶応大学総合政策学部を卒業、早稲田大学法科大学院を修了しているんだ。この経歴を見たら普通にめっちゃ優秀な人なんだよね。ちなみに、ネットに強い弁護士を歌ってるとみんな思いがちだが、正確には IT に強い弁護士だぜ。そうなの？掲示板とかではネットに強い弁護士ってよく書かれるから、IT に強い弁護士だなんて全く知らなかったわ。そんな唐沢さんは、現在はテレビでのタレント活動だったり、YouTube で実況をしたりと、幅広い分野で活躍をしてるんだ。唐沢弁護士が YouTube 始めた時、ネット上でかなり盛り上がってた気がするわ。テレビに出演した時も、ハセから民が玉音放送なんて呼び名をつけて、盛り上げまくってたよな。今のが簡単な唐沢弁護士のプロフィールだぜ。本当に日本で一番殺害予告をされた弁護士なのか、経歴だけ見たらあんまわかんないわね。司法試験に合格したり、早稲田の大学院を修了してたり、彼を叩いてるネット民よりよっぽど優秀そうな感じするぜ。ということで次は本題、ハセから騒動で唐沢弁護士はどうして炎上してしまったのか解説していくぞ。この炎上事件、ハセから騒動の発端はあるネットでたくさんの人を不快にさせた高校生で、彼が個人情報を特定されてしまい、法テラスに駆け込んだことが唐沢さんの炎上の始まりなんだ。その高校生の特定の経緯とかは、前編後編に分けて動画にしてるからよかったら見てね。さっきも言った通り、IT に強い弁護士として活動していたことから、唐沢さんがその高校生を担当することになったんだと思うぜ。ここで弁護士ガチャで SSR を引き当てたあの高校生もすごい奇跡よね。唐沢弁護士がこの騒動に登場した時点で、例のあの高校生は、すでにたくさんの個人情報をネットで拡散されていて、バカにしまくってたネット民がたくさんいたから、唐沢弁護士が初めて登場した時、みんなが唐沢弁護士に怯えてたんだが、IP 開示をされてもさほど意味がない、公式 Twitter でアイドルをたくさんフォローしている、IT に強いはずなのに掲示板でスレの立て方がわからないなど、だんだん唐沢弁護士のメッキが剥がれていってしまったんだ。IP 開示にそこまで意味がないなんて知らなかったわ。と、ここでどうして IP 開示だけでは意味がないのか簡単に解説していくぞ。まず、IP アドレスとは何なのか、みんなは把握してるか？確か、ネットの住所みたいなやつじゃなかったっけ？その通りで、IP アドレスとは通信している情報機器を識別するための番号なんだ。だが、この IP 開示は前述した通り意味がないと言われていて、IP アドレスの特定に成功しても、そこから得られる投稿者の情報は、大まかな住んでいる地域、利用しているプロバイダなどで、みんなの想像しているであろう、細かな住所であったり本名であったりは特定ができないんだ。IP 開示をされた時点で、自分の基本的な個人情報が全部相手側に渡っちゃうのかと思ってたわ。だが、ここからプロバイダ側に個人情報の開示を請求されてしまったら、実際に投稿者側の住所や本名が特定されてしまうから、IP の開示が全く意味がないってわけではないんだ。IP 開示だけじゃ意味ないって高をくくっていろいろ書き込んじゃダメってことね。こうして、IP 開示の意味がないことを知ったネット民は、逆にどこまでの中傷なら開示されないのか？というチキンレースに発展してしまい、唐沢さんは本格的におもちゃとして遊ばれてしまうんだ。こうして中傷が増えていっちゃったから、高校生より唐沢さんが炎上の中心に行っちゃったのね。また、唐沢さんは3回ほど、無差別開示請求と呼ばれる、軽い茶化しのようなスレや、唐沢さん自身を擁護するような書き込みさえも開示請求してしまう事件も起きたんだ。こうしてより唐沢さんへの煽りが増えていったんだ。擁護する書き込みも開示請求したの、だいぶ面白いわね。ちなみに、この辺りから脱糞ネタが流行り始めていったんだ。唐沢さんも、脱糞ネタはかなり効いたっぽく、徹底的に開示請求してたぜ。ここまで盛り上がってしまって、陰夢ネタの野獣やただのと同じくらいの地位を得た唐沢弁護士は、もう依頼人の例の高校生のことなんかほったらかしにして、自分に関する中傷を優先して対応してたんだ。ここら辺で、悪徳弁護士や無能弁護士みたいな、
彼の仕事に対する姿勢や取り組み方についてたくさん書き込まれるようになったのよね。これが大体の唐沢弁護士炎上の経緯だな。気づいたら例の高校生よりも唐沢さんに矛先が向いてたから、もしかしたら唐沢さんは自分にヘイトを向けて高校生の炎上を沈めようとした可能性がビレブン。唐沢さんのネタ路線が始まっても、例の高校生に関する抽象はなくなんなかったから、もしそうだとしたら大失敗だぜ。それでは、炎上してしまったものの定めでもある、唐沢さんが受けた、特定などのネット民からの嫌がらせを紹介していくぞ。依頼人の高校生の受けた嫌がらせとか、ありえないようなものばっかりだったから、どんなことをされたのか、想像もつかないわ。まず、彼のされた嫌がらせの代名詞と言ったら、ネット民からの誹謗中傷だろうな。100万回誹謗中傷された、って自分でも語ってたものね。彼が受けた誹謗中傷は、小学生でも思いつくようなしょうもない悪口の他に、新生6文字スレと呼ばれる、唐沢さんに殺害予告をする書き込みが流行ったりしてたんだ。さすがに殺すなんて書き込みは絶対にしてはいけないと思うわ。こんな言葉を、実際に顔も声も知らないような他人に言われるんだから。唐沢弁護士もかなり恐怖を感じたと思うぜ。この他にも、彼の嫌がらせはネット上の話だけじゃ済まず、彼が炎上した当時所属していた事務所、法律事務所クロスの入っていたビル、ピュアトラの門に長谷から民が突撃する行為、通称トラ研磨が流行ったんだ。このビルの、事務所クロス以外のテナントにも被害がいっちゃうだろうし、迷惑極まりない行為だと思うわ。このトラ研磨では、差し入れを入れたりインターフォンを押したりする人もいれば、実際に建物の中を盗撮したり、唐沢弁護士を盗撮するために張り込んだりする輩までいたんだ。普通に逮捕案件なのよね。遊びや悪ふざけの域を大きく超えてるぜ。また、インターフォンを押しただけで長谷から民が警察に取り囲まれる事件が起きたり、トラ研磨をするとすぐに警察が出動してくることから、国営セコムや高弘くん係と警察をバカにする呼び方がされてるんだ。こんなくだらない研磨行為で、警察の仕事が増えちゃってるんだからかわいそうだわ。その他にも、唐沢弁護士の名前を語った爆破予告が相次いでいて、これが実際のメールなんだが、長谷からの語録を文中に散らばめていて、長谷からを実際に知ってる人だったら、一目見れば一発でネタとわかるような書き方をされてるが、もちろんこんなバカみたいなコンテンツ、知らない人の方が多いに決まってるし、実際に予告を受けた施設は、不審物の捜索や休業などをすることになるから、絶対にやっちゃいけないからな。確か爆破予告路線って、実際に逮捕者が出てたわよね。大学生が有罪判決を受けたりしてたな。ちなみにこの犯人は、テレビの取材の中で、例の高校生が放った名言や語録を言葉に織り交ぜて話しており、明らかに反省してないような態度だったぜ。うわぁ、これを言ったらネットで笑いを取れる、とでも思ったのかしらね。こんなんで人生棒に振るなんてアホらしすぎるから絶対に真似なんかしちゃダメよ。また、カラッキングと呼ばれる他のウェブサイトへのハッキングや、唐沢さんの先祖の墓へのいたずらなど、長谷から民の嫌がらせは数えきれないくらいたくさんあったんだな。まあ、ここまでの嫌がらせをしてる奴らは長谷から民の中でも、同心教と呼ばれる、唐沢さんを教祖として活動する団体のしてることなんだが、同心教に関する動画はまた別であげようと思うぜ。ということで、これが唐沢弁護士がネット民から受けた様々な嫌がらせだったぜ。ただ高校生の弁護士として職務を全うしようとしただけなのに、こんなにたくさんの嫌がらせをされるなんて、さすがに怖すぎるわよ。ほとんどの嫌がらせが LINE 越えの犯罪だから、マジで終わってると思うぜ。それでは、唐沢さんの現在の活動である、唐沢弁護士タレント路線を紹介するぜ。さっき、テレビに出演してるみたいなこと言ってたけど、そのことに関してかしら？そうだぜ。彼はテレビ番組や SNS 活動など、様々なメディアへ積極的に露出していってるんだ。唐沢弁護士タレント化路線の始まりは、2014年に報道された事件内での出来事で、唐沢弁護士に殺害予告をした男が逮捕されたという報道の中で、唐沢弁護士の肉声が18秒間流れたんだ。これが初めての唐沢弁護士の肉声の開示だから、めっちゃ大盛り上がりしたわよね。こうして、長谷から民はこの件を過度に来賛、神格化して盛り上げたんだな。ちなみに、唐沢弁護士がテレビに出演した放送を玉音放送と呼んでるんだな。本来の玉音放送の意味って、天皇の肉声を放送することだから、どれだけ唐沢さんの出演が拝まれてたか、かなりわかりやすいと思うわ。こうして、この玉音放送や本の出版などがあって、2023年5月現在まで、27回も玉音放送が行われたんだ。正直ここまで誹謗中傷された人なんて、唐沢さん以外にいなさそうだから、メディア側からも需要のある人物なのかもしれないわね。また、彼の活動はさっきも言った通りテレビだけにとどまらず、YouTube での活動も行っているんだ。動画の更新が半年前で止まってしまってるんだが、登録者は6万人以上もいて、
初投稿の挨拶動画は、100万回以上も再生されて話題になったんだ。まさか自分からネットに顔を出してくれるなんて。あることないこと書かれてるのによくネットで活動なんかできるわね。コメントもオフになってないし、かなり強靭なメンタルの持ち主だと思うぜ。しかも、動画内容は法律に関するものだけではなく、マリオメーカーやルイージマンションなど、実況動画にまで手を出してるんだ。もはや弁護士関係ないわね。ということで、唐沢隆弘弁護士についての解説だったぜ。やっぱハセから騒動って、高校生ハッセと唐沢弁護士がたまたま会って起きてしまった奇跡の事件としか思えないわね。登場人物みんなネタにされる事件なんて、よっぽどないと思うぜ。高心境に関してとか、他にも色々深掘りしたい内容がまだあるから、チャンネル登録して更新を待ってほしいぜ。ということで今日の動画はここまでだ。また他の動画で会いましょう。バイバイ。